ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道作、池田大輔鳥物全集第九巻より、よいどれ馬。この作品集は1955年に刊行されたものです。それでは本文をどうぞ。 第一章面白いことがございますよ御用聞きの源太は柄にもない洒落た煙草入れを抜いて怪しげな銀針のキセルをこう物語らんといった構えに膝を立てるのでした享保十二年の三月桜のつぼみが膨らみそうなうららかな日のことです面白いこと池田大輔は 柱にもたれて聞き返しました。アメヤのセンタロウは縁側にハランバイになってコラをほしながら聞き入り。おミのはお勝手で昼の支度に忙しそうです。まが酔っ払った話なんすがね。ゲンタはなかなかの話術家でした。こう切り出すと対外の人は聞き耳を立てずにはいられません。えー？ 馬が酔っ払った日には犬がシャミセを敷いて猫の子がカッポレを踊るぜ。こんな見せ物がいつか両国に小屋をかけたってね。飴屋の千太郎は横から落ちをつけるのでした。バーカ、見せ物の話じゃねえよ。おめえなんか黙っていろ。ねえ、池田様。この馬が酔っ払ったという話はまったく本当にあったことだから面白いじゃありませんか。ゲ太は 千太郎を叱っておいてさて池田大輔にこう説明するのです最初から順序立てて申し上げないと分かりませんが中橋弘工事の山名屋三十郎ご存知でしょうな江戸長者番付の三役に据えられる大武元で諸大名の御用達を務めているあの山名屋三十郎が 層名物の鳥居御殿を買って秒心で幕門吉芸のせがれ伊之助を入れ武家方から素晴らしい嫁をもらうことになったのがそもそもの発端でした大介はうなずきました雨屋の仙太郎も黙って玄太の話に聞き入っておりますそういや大層定裁はいいが実は先年お作事奉行をして渡邊の噂のあった鳥居門戸様という 二国の大旗本が数々の非道が露見してお役御免になった尻拭いに三千両という大金がなけりゃ腹でも切らなければならねえ羽目に落ち込みその急場しのぎに鳥居御殿と言われた十二層の別宅を売ることになったのでございます。この鳥居御殿はお作事奉行の役得で建てたもので基礎材を使って総ヒの木作りという底辺なもんで。 三千両でも決して高くはありませんその上山名屋のせがれ日之助の嫁に淀橋小町と言われた鳥居門戸様の一粒種のお嬢さんお国さんというのがつくんだから金の意向は豪勢なもんじゃございませんかその代わり鳥居御殿の代金三千両に二嫁の支度金千両を加えて小判で四千両それを四つの千両箱に納めて 中橋の山名屋から十二層の鳥池まで馬に積んで届けたのは昨日のことでしたその馬が小判によって踊り出したとでも言うんだろう健太親分雨屋の千太郎少年はテンポの遅い話が面倒くさそぼにこう口を入れました「余っていろ馬に小判というぐらいだ馬が小判を見たって踊り出すもんか猫に小判じゃねえのかよ親分」 猫も馬も馬四つ足で同じこった中年者の,の御用聞きはやっとなってこの雨屋の少年と噛み合うのですまあよいそれからどうした大助は話の面白そうなどにつられて先を促しましたその馬が最初から少し変だったそうですがね四谷見つけ起こすとふらふらっとなって大木戸を起こすととうとう潰れてしまいました。 潰れたとというと人間が酒に酔ったように千鳥足になってよだれを流して目がとろんとしてとうとう千両箱を4つも背負ったまんま往来へへたへたと座り込んでしまったそうでうーんそれだけのことなら笑い話ですみますが孫の貫禄と山の屋からついていった番頭の音吉と鳥居の屋敷から迎えに来た用人の辻元新兵衛と。 とにもかくにも倒れた馬を往来の邪魔にならねえところに寄せ廃掃寺門前の茶屋橘屋に四つの占領箱を担ぎ込んで二時余りも様子を見ました近所から暴露を呼んで馬の手当てをしました舌を洗って鼻から毒消しを飲ませていろいろ解放をしてあげくようやく馬も元気になって元の通り四つの占領箱を積んで十二層の鳥居の屋敷に着いたのは もう暗くなってからだと申しますうんそれで池田大輔も乗り出しました話がだいぶ面白そうです馬から四つの占領箱を下ろして主人のトリモンドが立ち会いの上それを奥座敷へ運び入れ用人の辻本新兵衛と山名屋の番頭徳吉が顔を揃えたところで神前におはかりを掲げて四つの占領箱を開くとなんとこれが 元太は話し除没にぷっつりと鼻絞りってキせるにタバコをつめました。雨屋の千太郎はたまりかねて指から頭だけを突っ込んで目を光らして聞いております。四つの戦利箱のうち一番上のを開いてみるとなんと小判の代わりに数分の粗い砂利がいっぱい詰まっていたんです。なるほど。 トリーモンドも驚きましたがそれよりも千両箱を運んできた用人と番頭は肝を通じました残る三つを順々に開けるとこれはみんな立派な小判がいっぱい詰まっていたというんでございますつまり小判が砂利に変わっているのが千両だけであとの三千両は無事だったわけでそいつはどこで変わったんだ親分千太郎はたまりかねて口を出しました それがかりゃ文句はねえや。ところで池田様源太は開き直りましたそれが言いたいために千両箱入れ替えの話を長々としたのでしょう何だ鳥居モンド様からのお頼みもあったそうですがそれはともかくとして真昼の江戸の町で千両箱の中身が変わったのでは捨ておきがたい一応取り調べるようにと越前の神様のお指図がありましたようで うん、池田大輔もうなずきました千両というのは金の目方にして四眼目通用価値から言えば今日の百万円にも当たるでしょう江戸の正質のためにもそれは捨て置き難い事件です石こ万作様から池田様のお知恵を拝借するようにとの折り入ってのお頼みでございますそれは困ったな。 池田大輔は一応辞退しましたが事件の不思議さに十分好奇心を動かしているらしく大岡越前の神のないと聞いてはさすがに引っ込んでいるわけにも行きませんではヨドバシへ行ってみるとしようか立ち上がる気になったのはもう昼頃でした横橋広小路の方が近いじゃねえか仙太郎は生意気なおせっかいを言いますいや 馬の通った道を逆に行ってみよう。池田大輔の胸の内には、一つの計画が立っている様子です。第2章鳥居御殿と言われた十二層の鳥居ンドの別邸は、想像以上に豪華なもので、質素な生活に慣れている、池田大輔の目を驚かすには十分でした。大岡越前の神の口添えで、ように池田大輔まかり越したと、 申し入れるとトリモンドのように辻元新兵衛が玄関まで迎えて丁寧に奥へ案内しました玄太と雨屋の千太郎は庭先から縁側へ通されます大畑元や大名屋敷の中に起こったことは町方役人が口を出せなかったものでことに大名屋敷の内部は全く違い方言と言ってよく 旗本の火事に渡ることも目付大目付若年寄りの支配で岡っ引きは言うまでもなく町方の与力同心といえども指をさすこともできなかったのですだがさすがに千両の小判が砂利に化けたのには驚いたらしくトリモンドは手を回して大岡越前髪に頼み込み町方の物慣れた探索の手でその秘密を追求しようと 思い立ったのも無理のないことでしたしばらくお待ちお願います辻本新兵衛は座を設けて退きました年は五十七八酒焼きの光沢の良さも少しばかり憲兵づくなところもそして正直そうなところまでが典型的な容人型ですしばらくするとこれはお待たせいたした拙者は鳥居門徒 ご苦労に存じます思いのほか助才ない調子で主人のトリーモンドが現れました50前後のよく太った柔和な人柄でこれがかつてお作事奉行で一時は官定寺社町奉行に次いで権力を振るった人とは思えない肌触りでしたとんだ5才なんでいやまことに面目次第もないが。 線量の小がが砂利に化けてては捨て置きがたい。鍵は山名屋の番頭音吉が持参して拙者と辻本新兵衛とそのせがれ勝太郎が立ち会いの上現場で開いたものだ当方には間違いのあるはずはない四つの千両箱はいずれにございましょう隣の部屋に昨夜のままに置いてあるがご覧くださるか鳥居モンドは立って案内しました 豪勢なからかみを開けると、隣室は書院作りの十五条で、その床の間に四つの線量箱が、昨夜のままに積んであるのです。あれだよ、池田内。ごめん。大助はそばに寄って調べました。四つの線量箱は、真新しい切り材に鉄の金具を打ったもので、ありふれた線量箱仕立てですが、 四つのうち三つまでは全く同じ出来で、砂利の詰まった一つだけが、木目も金具も少しずつ違っているではありませんか。城前は、その頃の城前などは、のんきなもので、大きいのと小さいの違いはあるにしても、大した変化があるわけはなく、出来は別でも、おそらく三つの染料箱の鍵は、 もう1つの異なった占領箱にも通用したのでしょう。昨夜は馬から降ろして、ここまで運んだのはどなたでございましょう。それは私とせがれの勝太郎でございました。番頭の音吉は馬を見張っておりました。4人の辻本、新兵衛は後ろから口を出しました。この部屋で持ってきた占領箱を見張っておられた方は、それは拙者だ。 お部屋トリー・モンドはしかと言い切るのです昨夜お玄関からここへ千両箱を運んだ通りいや千両箱を運ぶまでもござらぬが見張りと持ち運びの手順だけでも繰り返してみたいと存じますが当屋敷で千両箱の中身が変わるはずはないがトリモンドはもってのほかの機嫌でしたが。 何事も念を入れれななければなりません池田大輔はそれを押し切って人間を配置しましたまず馬をつないであったという内玄関には雨屋の仙太郎を置き「お前は馬と孫だよ玄太は山名屋の番頭の代わりだ」せ「せえ酔っ払い馬の身代わりかバカにしてるぜフフ <laughs> <ら>ン」とくら仙太郎はそんなことを言いながら はめ板ををる真似などをしておりますそこで昨夜の通りご用人ともう一人せがれを呼びましょう「これ勝太郎はいないか」辻本新兵衛の声に応じて「はい」「静かに出てきたのは二十歳そこそこのこれは立派な男でした」「用人のせがれ風情で奉公人同様に働いているよぼすですが繭のいでた鼻の高い 知識的な感じさえする青年ですではからかみを一枚ずつ書院まで昨夜の通りにお運びください紙一枚は線量箱一つにあたるわけで池田大輔はふと紙を四枚取り出しましたほうほう大層軽い線量箱で最初の一枚を受け取ったのはせがれの勝太郎でしたこんな緊迫した空気の中でも 冗談を言ってのけるほどこの青年には心のゆとりがあったのでしょう玄太お前はその紙を順々に渡してくれ次は御用人だ池田大輔は残る三枚の紙を玄太に渡して勝太郎の後から書院の方へついて行きます内玄関を出ると一軒の大唐紙で締め切った薄暗い難度の前を通って 明るい縁側体に二,間二間左手に廊下が口を塞いで主人鳥居モンドの待っている書院になります勝太郎が書院に紙を置いて出てくると廊下の入り口で二枚目の紙を持ってきた父親の辻元新兵衛に会いました続いて三枚目が勝太郎四枚目が父親の新兵衛と四枚の紙が全部玄関から書院に 運び込まれるのを見定めると、池田大輔は何を見つけたか、しばらく縁側に立ち止まっております。あの方を。大介は縁側の先の方に立って、こっちを眺めている若い女を指さしました。お嬢様、お国様でございます。勝太郎は答えました。その口調には、何とも言えない、情愛のこもっているのを、 池田大輔は聞き漏らしませんでした淀橋小町という噂は全く嘘ではなくお国の美しさは遠目ながら池田大輔を驚かしたほどです十八かせいぜい十九でしょうみなりも存分に派手で歌舞伎芝居のお姫様のようですが美しい顔は恐怖やら不安やらに陰ってじっとこちらを見ている目が 妙に大助を苛立たせます。お嬢様は山名屋に嫁いるのを望んでおられるのかな。大助はそっと勝太郎に囁きました。いや、とんでもない。占領で身売りをなさるようなもので、お気の毒なことでございます。勝太郎の調子には妙に激しいところがあります。元の座に帰って池田大助は最初に尋ねたことは、 この度の処置をいかが遊ばします。こんなぼんやりした言葉でした「砂利に変わった線量はおそらく出るようなことはあるまい」「大掃除前の茶店でも大勢の人が見張っていたそうだから線量箱をすり替える隙はなかったはずだ」と辻本は言っている「トリー・モンドの言葉には何か隠された意味がありそうです」では、 山名屋が含むところがあって拙者に恥辱を与えたと取るほかはない娘を嫁にやることなどはもってのほかだ屋敷は正門まで取り交わしたことだから致し方もあるまいがトリモンドはこう言うのですここにある三千両で屋敷は引き渡すが娘を嫁にやることは不承知だというのです事実どんなに屈辱を感じたにしても ここで三千両の金が入らなければ鳥居ンドは大変なことになる土壇場に追い込められていたのです第三章源太と阿部屋の千太郎を従えた池田大輔は馬の通った道を逆に大草寺前まで引き返しました昨日の様子を説明させるために洋人の辻本新兵衛を連れてきたことは言うまでもありません 馬が倒れてしまったのはちょうどこの辺りでしたまだ日中で人通りも多かったので「いやあ千両箱を背負った馬がえんこした」と町の子供たちや野獣馬がいっぱいたかる騒ぎでその時の様子を思い出したものか辻元新兵衛は酸っぱい顔をするのです「占領箱の荷は誰が下ろしてやりました?」ともかくも。 門番の茶店に掛け合ってしばらく店先を借りることにし孫が馬の世話をしている間に私と番頭と2人で人混みを分け分け運ぶ始末でしたよ大勢の人がそれを見張っていたことになるのでその中で染料箱をすり替えることなど思いもよりません茶店の前も人垣を作ったほどですからなるほどそこから茶店までは ほんの数十歩茶店の中には老婆と娘と二人おりますがこれも辻本新兵衛の言ったようなことを口を揃えて証言しております千両箱を四つも背負った馬が倒れたのではともかくも前代未聞の見物だったに違いありません千両箱を四つ積んでおいたのは ちょうどこの辺りでございました何しろめったに見ることもない結構なもので今年はいいことがあるだろうと娘と二人で話しております老婆はそんなことを言います千両箱が四つも舞い込むというのは当時の人には願ってもない縁起だったのですそんなことではおそらく幾百幾千の目が二時の間四つの千両箱に 穴が開くほど見つめていたことでしょう茶店をいい加減に切り上げると辻元新兵衛の案内で昨日馬を見てもらった大木戸の暴露陣兵という老人を訪ねました昨日のことですかあれは足火ですよご存知でしょうが足火というのは高さ五六尺になる時輪着で 小さい壺なりの白い花が咲きますが、その葉か花を陰干しにして馬に食わせると、馬は人間が酒に酔っ払ったようになって、だらだらよだれを流し、おしまいには倒れてしまいます。あの馬はそれを食わされたんです。悪いことをするやつがあるものですね。暴露の神兵衛はこんなことを言って笑っているのです。 つまらないいたずらと思っているのでしょうその足火を食わせると馬は何時ぐらいで倒れるのだ大助は尋ねました「あんな大きな体ですからすぐ酔っ払うわけじゃありませんがだんだんノロノロになって四半時もたったら倒れるでしょういやありがとうそれでよく分かったよ」池田大助はここまで来ると もう辻元しんべヱを一緒に引っ張って歩く必要がなくなりました。では辻元氏、ここからお引き取りください。では、池田氏、お聞きの通り足人やらは中橋の山名屋で馬に細工したものでござろう。何分ともによろしく願います。そんなことを言いながら、辻元し兵べは帰って行きます。その頃は もう日が暮れかけておりましたがそこから中橋広麹の山名屋三十郎の店までは何の話もありません。山名屋の店というのは中橋能と背中合わせになった門屋敷で一町内の何分の一かを占めその頃の武士階級の権力をさえ無視した町人の筋力の合成さを示した店構えでした。それにもかかわらず 店から送り出した千両箱が砂利に変わったのはさすがに不面目極まることで番頭手代もひどく恐縮して池田大助を迎えます「これは池田様とんだお騒がせをいたします」主人の三十郎は十分前後褒義に知られた男でさすがに千両にこだわる様子もなく至って除細ない態度で 池田大輔を迎えましたとんだ災難でいや亡くなった金に未練はありませんが山名や三十郎が千両箱へ砂利を詰めたと言われちゃ松代までの恥でございますよ。よく太った太鼓腹をゆすってカラカラと笑うといった人柄です。四千両の小判は確かに改めて積み出したことでしょうな。 字台頭を許されている山名屋三十郎に対しては池田大輔もさすがに遠慮があります。それはもうおっしゃるまでもございません。金を扱うのが商売の私ですから番頭の音吉に詰めさして私が見張っておりました。積み出すまではそれも間違いはないはずでございます。ここでで詰めてて四つの染料箱を揃えて見る前で 馬の背につけたのですからこう言い切られると押して尋ねることもありません番頭の音吉は五十二歳の星固めて金槌で叩いたような男でした「ここを出る時馬には変わった様子はなかったのか?」大助は細かいところまで気を配りました音吉はそれに答えて「し極く元気でございました孫は 貫禄という町内の厄介者で馬は借り物でございますがあれっきりケロリとしておりますそうでところで出かける前に馬に買い場をやったことと思うが貫禄が自分でやっていたようでございますそれは極めて重要な質問ですが池田大輔の口調は何の物々しさもありません買い場はどこから貫禄は自分で持ってまいりました 道が遠いから出かける時しっかりやらなくちゃと申しておりました。ここから四ツ谷見つけへ行く間に知ってる人に会わなかったかな蝶内の方は別でございますが他にはどなたにもお会いしませんようでこれでは手がかりも証拠もありません。ところで鳥居家のその後の様子は鳥居様はもってのほかのご立腹でございました。 町人はやはり町人根性だ。いざとなると一千両は惜しかろうとの言葉で、私は後から一千両届けることにして、夜更けになってから店へ帰りましたが、あの様子では、お家の方はともかく、縁談の方は難しゅうございましょう。すると、鳥居御殿だけ三千両で求めることになるのだな。さようでございます。いずれそんなことで落ち着くことでございましょう。 せがれの伊之助とやらに会いたいが。へ。ご案内いたします。離れにおりますから。第四章。明かりの入った離れには。病身らしいせがれの伊之助が。小僧一人を使って。 若隠居のように住んでいました若旦那池田様ですが番頭のおと吉に声をかけられるとそうかこちらへお通し申しな年寄りのようなしわがれた声です入ってみるとこの温かさにこたつに入っていたらしい猪助はそれでも襟巻きを取って挨拶しました二十四というにしては なんというう。ひねこびた存在でしょう角の青黒い目の険しいよろぼしの面にかんしゃく筋を入れたような顔で少し背しなのもこの男を陰気臭く見せます。体がお悪いのかないいえ私はいたって丈夫でございますが池田大輔の問いをはね返すように伊之助はニヤリニヤリとするのです。若旦那は、 学問に凝っていなすってご商売の方にはどうも身が入りません音吉は鳥なし顔に言います本棚に積んだのは奇拍子や浮世像子が多く雑敗やなぞなぞに凝っている様子を見て取ると池田大輔は妙にくすぐったくなりましたではごめん大輔はそれだけを見ると何を聞くでもなく離れを出てしまいましたこの、 学問とやらに凝っている男はどうも扱いきれないと思った様子です「伊之助はトリモンド殿の側女との縁談をどう思っているのかな」大助はそっと後ろからついてくる音吉を顧みました「実を申しますとあまり気乗りはしませんようでええお屋敷方のお姫様よりは入山方に二つ星の 松の太夫の方がお気に召しますようでおと吉は囁きはます。遊女崇拝時代の空気の中に育って雑敗や小唄に浮き身をやつす若旦那人種はそういったゆがめられた趣味と情熱と思っているのもやむをえないことでした辺りはもうすっかり暗くなっておりましたあ,あ腹が減った。 雨屋の千太郎はいきなり大きな声を張り上げますお前は帰れ池田大輔はそれを聞きとがめます大将は孫の貫禄に会ってみるじゃあおいらも行かなきゃ雨屋の千太郎は諦めたようについてきますやがて番頭の音吉が案内してくれたのは牧町の十一屋という飛脚屋でしたここには孫や 籠屋の若い者が78人いつでもゴロゴロしているのです「貫禄はいるかい?」。店にいる若い者に声をかけると「あの野郎はさっき出かけましたよ」「あとまった者がへるなんてニヤニヤしていましたがいずれ悪戦でもへったら賭場から賭場を泳ぎ回ってくるんでしょう」「貫禄の部屋を見せてくれ」池田大輔はぬっと後ろから顔を出しました。 へえこちらおおいでお願いです。若い男は慌てて草履を突っかけて裏へ回りました手職をつけて物置のような裏2階へ登ってゆくと万年床を敷きっぱなしたのが3つこれが貫禄の荷物で指さしたのは半分破れたような竹氷がたった1つです元太に蓋を取らせて中をひっくり返すと そこの方から出てきたのは古手ぬぐいに包んだ小判が十両。これだ。池田大輔はとうとう探す者に出くわしたのです。山名屋の用事で出かける前に貫禄に会いに来たものはなかったのか。大輔は貫禄を買収した人間が知りたかったのです。えこう気がつきませんが、貫禄が山名屋の荷物を淀橋へ運ぶということは、 いいつ頃から決まっていたことだ二三地名からでございますよ。籠を担ぐのは大勢いますが馬を扱うのは本間やの上がりの貫禄たった一人ですから何でも二三地名から四千両という大金を馬で運ぶんだなんて言いふらしていましたが若い者はそんなことを言うのです。池田様何だ源太はそっと池田大輔の袖を引きました。 賭場を回るならこの重量という金をコールに入れて出かけるのは変じゃありませんか悪地一は明日の米の代までさらっていきますよいいことに気がついた私も実はそれを考えているよすると貫禄はどこ行ったんでしょうもっと大金が入ることになっているんだろう重量は手付けだすると池田大輔は何とも言いませんでした はあうん、大きなあくびをしたのはセンタロボですセンタは腹がすいたそうだ一応帰るとしようか大丈夫でしょうか池田様心配だと思うなら下っぴきを一人呼んでこの巻き町界隈を見張らせるがいい無駄とは思うが他に手はないよ池田大輔は諦めきったように帰ってゆくのです千両箱はどこですり替えられたでしょう そしてどこ行ったでしょう玄太はなおもおひすがります。山名屋か、大掃寺門前の茶店か、十二層の鳥池だ。そのうちどこで誰がすり替えたと思う大助は逆に玄太に聞きました。あの馬子息子の伊之助でしょうかお姫様よりおらんの方がよくって、この千両で馴染みの女を見受けでもするんじゃありませんかうん。 それとも、茶店のババアでしょうかトリモンドとかいう侍だって、ずいぶん臭えもんですね。書院で見張っているうち、一箱を砂利入りの千両箱とすり替えて、一粒種の娘を山の屋へやらねえ混沌じゃありませんか二千石鳥の殿様が身軽に出歩いて、孫と渡りをつけることは考えられないが、茶店の母親はあの時は目がありすぎた。 箱に触っただけでも噂になるするとやはり馬鹿息子だあの伊之助はわがままいっぱいに暮らしているから金に不自由をすることはあるまいよさあ分からね源玄太もこれ以上にはわからなかったのです第5章あくる日玄太と千太郎を走らせて山名屋と鳥池をもう一度調べさせた上下っぴきに 牧町の十一屋を見張らせ大掃除前の茶店にも網を張りました山名屋の伊之助はお察しの通おりに金には不自由していませんよ親はあのバカ息子を江戸一番の学者の気でいるから息子の言いなり放題で千両の支度金でヨドバシ小町と言われた鳥居の娘を嫁にもらう気になったのも実はバカ息子の見栄坊からだということって 玄太はこう報告してきました。秋町の十一夜へ四五日前から二三度御家人崩れといった変な男が顔を隠してやってきてこの陰に孫の貫禄を呼んでなんか話し込んでいたそうっすよ。御家人崩れの男だな。ええ。この報告は下っ引きの一人でした。大将、面白いこと聞いたぜ。 ホリーモンドには男の子がねえんで、あの用人のせがれの勝太郎を養子にするはずだったとさ。あの娘とは似合いの夫婦だぜ。山名屋のバカ息子じゃ、あのお姫様は収まるめえよ。仙太郎は生意気なことを言っております。それで分かったよ、元太。えヨドバシまで出かけよう。泥棒は誰です言ってみればわかるよ。池田大輔と元太と仙太郎は、 もう一度十二層まで飛びました鳥居の屋敷へ着いたのはもう夕刻おや中からプーンと線香の匂いが漂って庭の早咲きの桜を込めているではありませんか細かった大助はいつになく取り急いで内玄関から穴井を越えました取り次ぎに出たのは顔見知りの若塔もしや辻元氏には今朝ほど ご障害でございますそれはそれは案内されて入ると一室にはもう死骸を取り納めて京づの前に祝然とこう持っているのはせがれの勝太郎でした池田様父は私の振り上げた勝太郎の顔は涙に濡れておりますいやそれは聞くまい父上のおぼし飯は広大だ勝太郎は 黙って顔を伏せました隣の部屋から忍びなく若い女の声それは言うまでもなくあの夢見るような美しさに恵まれたあの娘奥にでしょう明くる日千両を背負った孫の貫禄の死体がヨドバシの下から発見されました。箱には 城ををろしたたまま手をつけなかったので、世間の人は自分の馬に足火をやって騒ぎに紛れて貫禄が砂利入りの占領箱と変えたものだろうと取り沙汰しました貫禄は悪いやつだが占領箱をすり替えたのはあの辻元本ん兵のせがれの勝太郎と鳥居の娘の奥にだよしばらくたってから 玄太の問いに答えて池田大輔はこう説明しました「へえあのいい男と綺麗な娘がくせ者だったんで」玄太はまさに開いた口が塞がりません「勝太郎は4つの占領箱が馬で運ばれると聞いて貫禄に十両の金をやって足火を海馬場の中に入れさしたのさ途中で馬が倒れて そこで占領箱がすり替えられたと思わせるためだうまい術だな誰も勝太郎などが怪しいと思うものもあるまいへえそう思わせただけで占領箱は四つとも無事に十二層の鳥居手へ着いたんだよあの時あの娘の奥にさんと勝太郎と相談して砂利詰めの占領箱を一つ用意し奥にさんはそれを持って難度に隠れていたのだ 勝太郎が二度目の千両箱を持ってきた時そこですり替えたのだろう私はあの縁側と南戸の辺りの様子を見てふとそんなこともできるのではないかと考えたが一人では南戸の重い一見伏間を開ける時四官目をどうするか後からすぐ父親が来るからよっぽど手早くしても難しいと思っていると縁側の向こうに奥にさんが心配そうに立っているのを見て ああ、これだと思ったよ。だが、まだそう手軽に決めるわけにはいかない。伊之助でなし、茶店の親子でなし、温度でなし、貫禄でなし。そして勝太郎と奥国は、言いな付けの中で、二人は死体合っているとわかるまでは、これを考えたくなかったのだ。へえ。勝太郎と奥国が組んで、山名屋から持ち込んだ縁談を壊そうとしたと知って、初めて、 二人で何度で細工したとはっきり分かったのだが駆けつけた時はもう遅かったせがれと主人の娘のしたことに何だってまた親のしんべヱが自害したんでしょう貫禄がゆすりに来たんだよ自分でやった細工で染料箱が消えたと分かってその染料をよこせと怒鳴り込んだんだろうそれが主人のトリモンドに聞こえるとせがれと主人の娘の破滅と知って 新兵衛は、千両箱を持って行く貫禄を追いかけて、ヨドバシで殺して口を塞いだが、いずれは露見することを知って、その罪を自分で背負ったのさ。勝太郎と奥にはとより、千両箱に未練がないから、貫禄を追いもせず、父親の死んだのばかり悲しんでいたんだろう。気の毒でもあれやすね。もう少し早く気がつけば、 新を死ななせずに住んだかもしれない殺された貫禄を悪者にすれば何とか辻褄があったろうだが正直者はそれでは自分の心持ちをごまかしきれないトリモンドは自分が悪かったと気がついて勝太郎を改めて養子にする気になったのだからしんべヱも深ばれるだろう池田大輔は このへんてこな事件がどうやらハッピーエンドで終わったことがうれしそうでした野村古道作「池田大輔取物全集第九巻より酔いどれ馬」読み切り